はい、皆さん、毎度毎度。はい、こういうね、グリップ類ね、まっすぐについてるグリップね。で、これをね、握ると、はい、握って自然な位置で持つと、ちょっと斜めに握った方が楽でしょ。自然な位置でしょ、これ。そう。ね、もう普通に持つとカメラが大体握っちゃうとこうなっちゃう。だから、握んないで乗せるだけね。まっすぐ向くよね。で、添えるだけね。ほんで、ちょっと歩いてきてみようか。モニターを見るとね、モニターでね、ちょっと上行った、下行った、右行った、左行ったってね、補正かけちゃうんで、自分で。と、そのたびね、カメラがカク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 動いてね、やっぱりなんか見づらい画面になる。だったらモニター見ない方がね、よっぽどいいっていう感じが最近分かったね。持ち替えちゃうと失敗って、途中で絶対持ち替えないことね。あと、斜めに歩かないこと、まっすぐ歩くことね。モニター見てるとね、ちょっと足と下行っちゃった、上行っちゃったってね、こうやってね。もうちょっと右左ってね、モニター見ない方が滑らか。もう気にしないでモニターを見ない方が滑らか。はい、そんでもってね、上持ちの時はね、上で持つ時もね、普通にこうやって持つんだけどね、ここをこうやって持った方が一番ブレないかな。ほんで、歩く時は、やっぱりモニターを見ない。モニター、これで、あとは、はい、普通に歩いてみましょう。はい、ちょっと番外としてね、お盆に乗せたまんまね、お盆に乗せたまんま、これどうなるかね、ちょっとやってみましょう。歩いてきてみましょう。みっともないね。朝じゃなきゃできないね、こんなことは。はい、モニターは相変わらず見ないで。いや、これがこれでなかなかいいんだよね、お盆持ちね。みっともなくてね、こんなのね、人混みじゃできないけどね。ちょっとどのぐらいの違いのかな、自然な位置。ラーメンを運ぶような気持ちでね。ちょっと人が来た。カメラにね、マウントベースくっつけてね、で、そこにグリップを左右にくっつける、ある程度の距離でね、肩幅ぐらいに広くして、すると結構ブレねえんじゃねえかな。ちょっとどこ見て歩いてんのって感じで、ちょっと横に用が発生してるけどね。はい、ちょっとね、ライト持ちね。はい、ライト持ち。ライト持ちはカメラを正面に置いておいてね、スッと手を入れるだけね。下からこう支えるだけね。だから、自然な位置でまっすぐ向いてくれる。あとは手でこうね、親指のここは、モニターのここを押さえるってことだね。で、あとブレ止めね。んで、ちょっと歩いてきてみましょう。はい、これはただ単に歩いてるだけなんでね、特にどこに向かうってわけじゃないんだけどね。で、やっぱりこっちもそうなんで、ちょっと気が散るともうすぐ手がぶれちゃうっつうの？今ちょっと気が散ったね。なんかちょっとでもよそ見するとかってぶれちゃうんだよね。で、どこを歩こうかななんて考えてると、やっぱり不安定なカメラのなんかこう動きになっちゃうからね。このバンドちょっと緩めにしておいて、軽く入れて支えるね。ほんで、自然な位置で正面向くようにね。で、あとはこっちで支え持ちね。ほんで、ちょっと録画してきてみましょう。今ちょうどね、正面の家のね、雨どい見ながら歩いてるんでね。で、狙ったものに対して目をそらさないっていうの？ちょっと今持ち替えちゃったね。あと、で、狙ったものに対してまっすぐ歩くね。電柱を見たら電柱に向かってまっすぐ歩く。ちょっと今、モニター確認してないけど、今ちょっと電柱に向かってまっすぐ歩いてるね。
もう気が散って横向いたりしたらもうダメだね。あと歩く方向をしっかり決めて歩くってことだね。目立ったものから目を離さないっていうのね。でモニターを見ない。時系列で言ったらこれは昨夜なんだよね。でさっきのカメラ持ってるのは朝、今日の朝ね。どこか、なんか目標、目的なくただ歩いてるだけなんだけどね。で、持ち方としては、カメラを下で支えてるって感じ、カメラ持ちだね。ライト持ちじゃなくて、上持ちじゃなくて、カメラに手を下に突っ込んで、両手で持って歩いてるっていう感じ。はい、階段。これはちょっと危ないな、降りよう。誰だこれ。遊びっぱなしで道具忘れてら、縄跳びと上着と。怪しいおじさん。ライト持ちでちょっと不整地。ライトの下にね、手突っ込んで持つ持ち方だね。で今ライト暗いからライトつけてみた。やっぱりライトつけると明るいね。モニターを見ない。だからこうやってやるときはしっかりさ、遠くのものを見て歩くってことだね。モニターを見ない。そう、あ、モニターを見ない、足元を見ない、遠くのなんか一点を見る。一本橋走行と一緒だね、バイクのね。現在はね、ライト持ち、ライトの下に手突っ込んでね、あとは左手でね、支えると。ライト持ちね、ちょっとこれ乗り越えよう。持ちでも。ここからね、カメラを目線にね、持ち上げて、上持ちだね。モニターを見ない。上持ちでもモニターを見たら負け。これ足元の段差乗り越えよう。今度横断歩道か、なんか楽しい階段なんか登って降りてみたいね。こうやって見るとね、別にライト持ち必要なくなってきちゃったり、だんだんね、上で持つか下で持つかね。ライトをつけてるとあそこに手が入って持ちやすいだけ。あと隠し撮りがしやすいよね。 AX700 はモニター閉じても録画続けてくれるんだよね。だから隠し撮りみたくできるんだよね。はい、でぶる下げ持ちね。はい、ぶる下げ持ち。あんまり下にあるとこれ振動がもろに伝わってくるから、ちょっとやっぱり肘曲げてね。でみっともないからモニター閉じてね。はい、これで隠し撮り。はい、期待通りのね、もうブレブレだね。あんまり深追いしても改善するとは思えないね。だからあと適当な重さの
三脚をぶる下げて若干抑えるっていうぐらい、あんまり重いんだとかえってぶれちゃうからね、ほどほどの重さのもの、三脚ぶる下げたらどうかなっていうぐらい、まあ、あんまりね、深追いしてもね。はい、お疲れ様でした。